第5空軍はアメリカ空軍における航空軍の一つ。太平洋空軍の参加にあり、主に部隊管理を行う。在日米軍における主要空軍部隊となっており、第5空軍司令官が代々在日米軍司令官を兼ねている。Fifth US Air Force Zones of Responsibility 1945から1947太平洋戦争の勃発するまでに、 フィリピンに所在するアメリカ極東陸軍においては210機の航空戦力を有するようになっていた。1941年10月には緊迫した情勢に鑑み、極東空軍が編成されている。太平洋戦争の勃発とともに、フィリピンの戦いが行われると、フィフは大きな打撃を受け、オーストラリアに交代した。1942年9月18日に、 ブリスベンにおいて、フィフ内に第5空軍が編成された。司令官には、ジョージ・ケニーが当てられている。第5空軍は P-39 や P-40、p 2 5などを装備し、オーストラリア北東部からパプアニューギニアにかけて所在し、日本軍への反抗を開始している。大戦終結後は日本へ駐留し、占領任務に就いた。 1950年からの朝鮮戦争においては、主力部隊及び司令部が朝鮮半島に同し北朝鮮軍との戦闘を行っている。冷戦期及びそれ以後においては日本に駐留し、航空自衛隊や韓国空軍との関係を深めている。2005年6月には、ジョージ・ケニーにちなんだ名称のケニー司令部が第13空軍に創設され、 太平洋空軍全体の戦闘の指揮を取ることになった。このため、第13空軍第一文献隊が2007年に日本に設立されており、613億及び第5空軍、航空自衛隊との調整などを行っていたが、第13空軍兵隊後は第5空軍がその機能を引き継いでいる。ありがとうございます。